結局このオスプレイってその米軍以外でその配備してるのって日本の自衛隊だけじゃないですか。そうなんで、日本以外に買った国はない。墜落したオスプレイ買う必要はないと思います。アメリカ、これは一体なぜそれだけのお金が必要なのか、この資産の根拠は何かっていうのは、しかも17機も買ってて1機あれ200億円とか言われてるんですよ。そうそう、ラジオネームとずっちゃさん、世田谷の51歳の男性の方。私の今年気になったニュースは、アメリカ軍全世界のオスプレイ飛行停止です。屋久島沖でアメリカ空軍のオスプレイが墜落した事故で、機体そのものに問題があった可能性があると知りました。これでアメリカ軍は世界すべての種類のオスプレイの飛行を停止したそうですが、私はこのニュースを聞いて恐怖を感じました。沖縄に住んでいたことがあったので、オスプレイは日常的に飛んでいました。東京へ戻ってきてからは、オスプレイを見かけることはなくなりましたが、日本にも配備されているオスプレイのあの機体が空から落ちてきたらと考えるだけで恐怖しか思い浮かびません。原因が完全に分かるまでオスプレイの飛行は中止してほしいと感じました。まあそう、当然だよね。あのっていうかね、まあひどいよね。つまりその誰がどう見てもあれ、東京新聞がその現地のね、屋久島のこうで釣りしてた人が見てるんですよ、その目撃してんですよね、その墜落の瞬間を。でしたらもうそのこうプロペラから火が吹いて爆発して、で真っ逆さまに落っこってってるってわけですよ。ところがで海上保安庁も最初墜落っていう風に候補を出してるんですよ。ところが不時着、その ところ、ところがその夜になって防衛大臣だったか防衛副大臣、まあ防衛省が副大臣でしたっけ、が不時着水だって言い出して、でその海上保安庁のその候補資料まで全部不時着水に直させて、で次の日になってやっぱり墜落でしたって言って、なぜ墜落ってなったんですかって言ったら、アメリカがそう言ってきたからっていう、もう自分の頭で何にも考えてないっていうね、ひどいもんですよね、アメリカ忖度。だから試験飛行の段階で相当墜落して未亡人製造機って言われて、その後しばらくたまにしか起きなくて、で強風が起きると不時着なんだよ、本当に。あの急にこう垂直で出たり、うん、あのギアが変わるじゃないですか。で相当そのそういう意味ではちょっと落ち着いてたと思ったら、もう沖縄っていうか日本のそのなんていうの、あの南西諸島っていうか、あの沖縄関連で落ちちゃう。屋久島だっけ、あそこ。屋久島ですね、屋久島で起こったんですよ、うん、いやだからこれね、それもそうだし、僕いくつも思うんだけどね、これあのオスプレイってまあ今あの金子先生おっしゃったように、まあ未亡人製造機、そのウィドウメーカーなんて言われたわけじゃない、最初からね。それだけ事故を起こしていて、結局このオスプレイってその米軍以外でその配備してるのって日本の自衛隊だけじゃないですか。そうなんで、しかも17機も買ってて、1機あれ200億円とか言われてるんですよ。で今14機くらいがその木更津に暫定配備されていて、これから佐賀に持っていく。で沖縄なんかでもバンバン飛んでるわけじゃないですか。これもアメリカ追従だし、しかもね、今回その日本政府が一応その飛行停止を一応形上要請したってことになってるんだけど、アメリカ政府全然聞いてないわけですよ。そう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 、でバンバン飛んでて、どうもこう事故原因調べたらこれはやばいってことになって、ようやく止めたのって何日か後だったんですよね。そうそうそう、だからそれ考えると、まあこのね、そのメールくださったそのリスナーの方のおっしゃってる通り、これ沖縄に住んでたことがあったから心配っていうのはまさにその通りだけど、いや沖縄の場合にはさ、オスプレイだけの問題じゃないじゃない、うんうん、住宅地の低いところで、あの、たくさん飛行機飛んでて、それで、まあね、こういう墜落でほとんど死んじゃうわけでしょ。そういうのが、住宅地で起きたらどういうふうに、どういうことになるかって考えるだけで、ちょっとね、もう恐ろしいですよね。まあだから今日本当はね、防衛費は補正予算合わせて5兆2957億円ということでよろしいですね。稲田防衛大臣。今5兆2957億円は2017年度の当初予算のうち、昨今の米軍再編を込みにした5兆1251億円と28年度の3次補正の1706億円を足し合わせたものだと考えております。福島瑞穂君。はい、ここで給付型奨学金について質問し、それは実現を一部ですがすることになりました。公立小中学校の給食の無償化4227億円、公立大学の入学金と授業料の無償化3315億円、国公立私立大学すべての大学の入学金と授業料の無償化3兆976億円です。総理、人々に、子どもたちにこういう時にお金を使ってほしい。アメリカからの武器購入金額はどんどん増え、2016年は4000
4858億円です。日本はオスプレイ17機3600億円かけて買うと言われています。オスプレイ、日本以外でアメリカから買った国はありますか？日本以外に買った国はありません。日本以外に買った国はない。墜落したオスプレイ買う必要はないと思います。アメリカに対して意見をしっかり言う、そんな日本であるべきだと思い、そのことを申し上げ質問を終わります。今日は、まあ、石破さん、先ほど、先日、国会での議員のやり取りも聞かせていただきましたけれども、戦争の経験者が中央にいるうちは戦争起こらないけれども、その人たちがいなくなったら、まあ、こういう動きになるのかなという懸念を示されていました。まさにその話を昨日沖縄でも議論をしてきたところです。我々の沖縄戦経験者たちがいなくなって、沖縄での戦争がまた始まりそうな雰囲気だということで、今日はその話を含めて、皆さんにぜひ、関係者ではなく当事者としてこの安保三文書についても議論をいただきたいということで出てまいりました。安保関連三文書ということで、先ほど川上先生からも捨てられる恐怖と、それから巻き込まれる恐怖というお話がありました。今まさに捨てられる恐怖からですね、巻き込まれる危険な水域に日本が入っていこうというような印象を持っています。まあ、そうならないためにどうしたらよいかということで、我々も沖縄でもですね、ノーモア沖縄戦という取り組み、あるいはその対話プロジェクトということで、台湾や中国の皆さんをお招きをして沖縄で議論をしていただくという、まあ、そういう取り組みを始めています。それからハブプロジェクトということで、まあ、沖縄におけるですね、こういう、まあ、戦争に巻き込まれないために沖縄を戦場にしないための施設や、あるいは投資や、あるいは国連の機関の誘致、こういった動きまで含めて、本当に危機迫る感じで取り組みが始まっているところです。それから国会にだけ任せていたら沖縄は戦場にされかねないということで、自治体外交の取り組みも含めてこれからは展開せざるを得ないだろうと、そういった議論も始まっています。ぜひこの問題についても皆さん共有する形で、傍観者ではなく当事者として取り組んでいただければというふうに思っています。で、まあ、国会審議なしの自治庁の閣議決定で、この軍拡やですね、敵基地攻撃能力というものが決められている、まあ、そんな印象を持っています。まあ、そういう意味では、まあ、異次元の軍拡、これは、まあ、この防衛省が出ているですね、予算書を見るとですね、愕然とするんですけども、もう戦争が始まったのかというぐらいですね、一気に1兆円余りの予算が増額をされています。そして、兵器を買うお金も含めてですね、一気にもう2倍3倍に膨らんだ、そういった予算がですね、今後通ろうとしています。まあ、そういう意味ではもう有事即応体制というところが、もう戦時体制の予算編成が第一歩を踏み出している、そんな印象を持っています。これをどう変えていくかです。で、下の方に国家防衛戦略の全体像ということで、防衛省の資料を付けさせていただきました。まあ、この中を見るとですね、この赤字で防衛省が、まあ、もちろん強調しておりますけれども、我が国自身の防衛体制の強化、ここが強調されています。まあ、これがまさに、川上先生がおっしゃったように、我が国自身の防衛体制の強化、捨てられた時に困らないような体制かというふうな印象を受けます。そして、さらに防衛力の抜本的な強化、国全体の防衛体制の強化ということが強調をされています。2番目が日米同盟の抑止力と対処力、そして3番目のセーフティーネットとして同志国の連携という言葉が出ています。これまでなかったこの同盟関係をさらに強める形で、次のグループ、これが同志国という表現をされています。この中には欧州、インド、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア等、そして韓国、カナダ、ニュージーランド、東南アジア。我々はその軍拡に対してですね、外交力がもう少し発揮されて叱るべきではないかということを注目をしていたんですが、岸田首相がですね、先だって、まあ、外遊なさって外交を展開したというふうなことでしたけれども、中身を見ると、この同志国の訪問を繰り返しているんですね。並べてみると、これは明らかに中国包囲網を作ろうとしているかのような印象を受けます。まあ、そうすると、まさに中国側からすれば、包囲網を作られて心穏やかではない、これにどう対処するかというような、戦争を邪気するような外交を展開しているかのような印象を受けます。まあ、こういうことにならないように、まあ、昨日ですね、石破先生が指摘をされた通りですね、何のための防衛三文書なのか、このあたりが国民に説明が十分されていない、そのことについてはもうまさに同感であります。で、読まれてわかると思いますが、この一元の軍拡というのがですね、宇宙航空自衛隊ということ出てきます。宇宙です。これから宇宙の時代、そしてこれから軍事衛星をボンボン上げていかなければならないという話にもなっていきます。それから海自と海保の融合も出てきます。これ尖閣問題を抱えている沖縄からすると、今
海上自衛隊が出てきていない、海保で対話をしているがためにですね、戦争に至っていないというふうな視点で見ていましたけれども、ここに海自が出てくるということになれば、一触即発の危機すら招きかねないという懸念です。それから沖縄については、15両団というのがあります。これは熊本師団の例下にありますけれども、これを旅団を師団に上げる。今2500人をですね、5000、6000、あるいは7000と、師団規模に上げるということはどういうことかというと、師団というのは単独で戦争が遂行できる、規模というふうなことを聞いてますけれども、この師団化することによって沖縄での局地戦を展開する準備を進めるかのような印象を受けますね。ここら辺でも沖縄が非常に危機感を持っているところです。今日は石破先生、他も岩井先生、それから江藤先生、私も記者時代にご参加たくさんの指導を受けましたけれども、そういうところでいうと、この師団化の動きについても沖縄は心穏やかでない状況にあるということをお伝えをしておきたいと思います。それから国税であったはずの専守防衛はいつの間に敵基地攻撃能力に転換をされてしまったのか、ここに踏み出してしまうとですね、軍事力はいくらあっても足りないという状況になってくると思います。先ほどトマホークの購入の話もありましたけども、大量の燃料を入れるトマホークは果たしてどれだけ運用可能な状況で維持できるのかという話もありました。で、500発が本当にこの国を守るに十分な量なのか、今ロシアのウクライナ侵攻の話を聞いてますとですね、3000発、5000発、あるいは1万発を撃ったけれどもまだ劣勢にあると。今後ウクライナを侵攻するために、勝利を得るためには1万発ところか10万発が必要という話も出てきたりします。そうしますと、中国と本当に日本が立ち向かうときにどれだけのミサイルを準備していくのかという話があります。日曜日に対話プロジェクトで中国の国民党、それから民進党の2人をお招きをしましたけれども、核武装についても議論したことありますかということをストレートに懇談の場でお聞きしました。それについてはやはり取り組んだことがあるけれども、途中で完成間際でアメリカによって止められたという話を聞きました。沖縄からすると復帰前に1300発の核ミサイルが配備をされていました。沖縄にです。そのミサイルはどこに行ってしまったのかということを何度も確認をしているんですが、これは曖昧戦略の中で明らかにされないまま今進んできています。その核が台湾に行ってないという保証はあるのだろうかという、そういうことで、お聞きをしたことがあります。こういう偶発的な戦争勃発の危険性、そういったものがこの専守防衛をですね、撤回することによって出てこないかということであります。それから戦時体制の構築というところで、今この予算規模を見るとですね、世界のもう第3位の軍事大国化というふうな指摘もあります。日本は本当に軍事大国を目指していくのかどうか、この予算委員会の中でしっかりと議論をいただければというふうに思っています。予算書を見るとですね、4兆7000億円からですね、7兆円規模ぐらいまで、今年度負担も増えています。いわゆるローンでですね、武器を買ってきました。これ5兆円ぐらいだったんですが、これもう7兆円ぐらいまで増えていくんですね。表に出ている防衛予算の裏側で、今年度負担が激増している部分についても、予算委員会の中で議論をいただかなければならないのではないかというふうに思っています。それからもちろん 1% 枠撤廃をしました。 2% の設定の根拠はと、これも石破先生が昨日質問してましたけれども、答弁を聞く限り釈然としない、もう少し、突っ込んでほしかったなというふうに、テレビを見ながら思ってましたけれども、ぜひ、専門家として引き続き、国民目線で引き続き追及していただければというふうに思っています。次の課題としてですね、台湾有事という危機が喪失をされているかのような印象を受けます。危機を煽ることによってこの有効需要が喪失されるというのがありますけれども、軍事産業というのは危機を煽れば煽るほど儲かります。そういう意味ではこの43兆円というですね、今後莫大なこの防衛投資を行っていこうとしているわけですから、これは一体なぜそれだけのお金が必要なのか、この試算の根拠は何かというのがあります。今回予算書をですね、この議論にあたってお送りいただいたんですけども、数千億円規模のですね、4兆とか5兆とか、そういう数字が出てきます。それはその中でですね、例えば新たな航空機の購入、戦闘機の購入だと思いますけども、その数字についても例えば4000億円とか5000億というバクッとした数字が出てくるんですけどね、やはりこの予算委員会
会ではお買い物リストについてもしっかりと出していただいて、それぞれその買い物が必要なものなのかどうかというのはしっかり議論いただきたいと思っています。これ前にですね、衆議院の同じように地方公聴会で発言をさせていただきましたけれども、その際にはオスプレイの購入ですね、オスプレイについて予算書を見るとどこにもオスプレイのおの字もない、中見るとチルトローター機と書いてあるんですね。いわゆるチルトローター機というのはオスプレイのことですけれども、これが最初の年に5機、次5機、その次5機、そして2機というふうな形で散らばって書いてあります。でこれがまたトータルでいくらということで、その軍用機の料金として書かれているんですね。1機あたりいくらかわからない。これも私もワシントンで聞いたら98億ぐらいだというふうに聞いていたのがですね、予算の中身を見ると17機で3700から3600億円ぐらい、1機あたり200億円ぐらいになっているんですね。日本が買うとなぜその値段になるのかという、そういったあたりのですね、予算の突っ込みがもう少しあってよろしいのではないかというふうに思っています。それから、沖縄の戦場化の話ですけれども、沖縄をですね、戦場にされるというので、これ学生たちからですね、もう沖縄ガチャから抜けたい。なぜ沖縄で生まれたばっかりにこういう戦争の話ばっかりされるんだと、あるいは基地問題を聞かれ続けるのかと、そういうことをですね、復帰50年の中で、これ、NHK のですね、朝の番組でこのディベートをですね、学生たちのディベートを紹介されたときに、こんな話が飛び出してですね、ツイッターでかなりバッシングをされた、というふうに聞いてますけれども、沖縄を戦場にしなければならない理由は何なのかということですね。この議論を聞いていると、今、ウクライナで、東側のドンバスが、まさに攻撃を受けてますけれども、首都のキーウの方では、普通の生活が続いているという、こういうことが出てくると、沖縄は戦場になって、そして、東京では普通の生活が続くという、そんな、イメージすら浮かんでくるんですね。東京では、今日ももう出勤の時間よと、お弁当を持ったのという話が出てる。ところでテレビを見たら、今日沖縄でミサイル何発飛んだろうと、何人が死んだろう、こんな話をされかねないような、そういう、背筋がゾッとするような議論が続けられていくような気がしてですね。こういう問題に対して、もっと当事者意識を持ってほしいというふうに思っています。それから、国民保護計画。これもあります。沖縄においてですね、ミサイル防衛ということで、今日資料を付けさせていただきましたけれども、資料のですね、5枚目ぐらいに、陸上自衛隊の南西諸島配備です。馬毛島から始まって奄美大島、そして沖縄本島、宮古、石垣、与那国と、次々に自衛隊のミサイル基地が建設をされています。このミサイル基地は一体誰から誰を守るためのものなのかという、何から何を守るためのミサイル防衛なのかというところがですね、非常に気になるところであります。これは、話を聞くとですね、もうあと5分前になってしまいましたけど、資料をたくさんつけてありますので読んでいただきたいと思いますけども、ポイントとして、この新聞記事の中にも入れましたけども、トキューティディスの罠というのがあります。新興国家がですね、派遣国家に挑む、その際にはですね、戦争になることが多いということで、使われている、これはハーバードの言葉でありますけども、ハーバードの研究者たちが作った造語のようですけれども、こういったその派遣国が、むしろ新興国を潰すための戦争を仕掛けているのかなという、これが川上先生からの指摘がありましたけれども、こういった動きに対して、国民はじゃあどういうふうに対応すればいいのか、日本がそういう時でですね、罠にはまりかねないということを懸念をしているところでありますけれども、アメリカの戦争に日本が巻き込まれないように、ということを川上先生も指摘をされておりましたけれども、我々もまずはその国を守るよりも国民を守る安全保障の議論をしていただきたい、そのことがまず基本ではないかというふうに思っています。それから沖縄から見たこの安全保障の問題でいうと、平時の安保と有事の安保があります。今日私の同行人としてですね、ゴルゴ13の原作も書いている平さん、同行させていただきましたけれども、彼が漫画で読む地位協定というものを書いていただきましたけれども、漫画しか読まない国会議員の方もいるというので、漫画を書いてですね、付けさせていただきましたけれども、その中で強調したのはですね、このデフコンという話です。日本においては有事と平時における区分けがないままに地位協定が運用されている。このために戦時体制において作られた地位協定が国民の権利を侵害し、そして国民の安全すらもですね、脅かすような状況が続いている。これは例えば、資料に付けさせていただきましたけれども、訓練の中でですね、小学校の上を飛んでですね、そしてヘリコプターが窓枠を落下させる、
まあ、こういうことが起きないようにこの上を飛ばないでくれとまさに政府がですね申し入れをしたにもかかわらずその上を飛び続けるんですね。で日本政府ができることはこういうシェルターを作って子どもたちを守るという米軍の訓練から日本ができることはその上を飛ばさないことではなくシェルターを作って守るというこういう状況が沖縄で起こっているということです。しかもこの普天間基地いつ帰るのかということの目処も立たない、そしてその代替施設は一体いくらお金がかかるのかもわからないという状況の中で作られ続けている。そして私の研究室から見えますその写真をつけましたけれども今も新しい施設がどんどんこうやって作られているんですね。大きな施設が作られているのに普天間が買えるというようなことを誰が信じるのかということです。まあ、こういう25年間にわたる普天間返還というこの動きはもしかしたらフェイクだったかもしれないというふうにそろそろ気がついても良いのかなという話すら出ています。こういう国民を守る安全保障そのために何の議論が必要かということを今考えていただいただきたいということで今日の公聴会の中の意見を陳述をさせていただきました。それから、まあ、軍は民を守らないというのが沖縄戦におけるですね、最大の教訓でありましたけれども今ウクライナ戦争を見ているとですね新たなその脅威が出ています。軍は民を守らないどころか軍は民を盾にするというそして民間地域を攻撃を受けるそこを戦場にすることによって犠牲者が出るその犠牲者の数を外に出すことによって、NATO 軍から武器の供与をさらにいただく国際世論を味方につける、まあ、そういう民を盾にしているような戦争のように映ります。そういう犠牲を沖縄が受けないためにどうしたらよいのかということを、まあ、考えているわけですけども沖縄はですね日本におけるまさに、私はカナリアではないかというふうに思っています。この国の中で沖縄が犠牲になるときは日本全体が犠牲になる時だというふうに思っています。沖縄という地域は日本というこの国が抱えている問題を全て凝縮された地域です。沖縄の危機を共有することによって日本の危機に対処することができるというふうに思っています。ぜひ、傍観者ではなく当事者としてこの問題について、注目をしていただければと思います。たくさんの資料をつけてありますけれどもぜひ、その中身についてもお目通しをいただいて、実りある議論をしていただけることを期待したいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。これより口述人に対する質疑を行います。質疑の申し出がありますので順次これを